はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回も僕の夏休みプレイしていきます。うん、そろそろね、物語も終盤なんで、あと 1,2 回ぐらいかな。そろそろ大桑のキング出てきてほしいんだけど、対戦することはできないのかな。じゃあてっぺん山か。お、いるな。あ、飛行機雲だ。え、どこどこ。おばちゃん、生まれ変わったらジャンボ機のパイロットもやってみたいな。え、ジャンボ機か。でも普通女の人はスチュワーデスになりたい。もう結構減ってきてるんだよな、ジャンボ機も。お、なんもないか。お、うわ、なんかやってるけど。うわ、深山だ。ビッグか。深山結構いんな。まあレアな、価値の高いクワガタだから仕方ないけど、ここは奥輪だけにして。うわ、また。嫌がらせだろ、もうここまで来たら。71、ヤマクワガタそんなでかいかな。お、来たんじゃない。あー、違うか。結構でかいけどな。んー、ドイツ出すかな。キング57か。これが限界かな。じゃあもう狼娘も帰ったんだったら虫相撲しかやることないんだけど。あ、いなくなってる。焚き火ちゃんと。これはちょっとどうなんだろう。たつきも来る感じではあるな。お、あ、いいやつだな。めちゃくちゃ綺麗な字なんだけど、ガサツそうなのに。お、どうした。ねえ、もうそろそろ夏休みもおしまいだけど、僕くんはいつ自分家に帰るの。多分31日だと思うけど。弟が生まれるんだよな。さっさと帰って母ちゃんのおっぱいでも。なんでそんなこと言うんだよ、仲良くやってたのに。そうだよな。あ、ガッツくんはちょっと寂しいみたいな。そうだね。ちょっとファッと好感度下がったよ。なんであんなこと言うんだよ。キングを出してくるあれじゃないんだ。あ、俺持ってない。キング出してこいよ。もう3日しかないよ。ごめん、持ってないよ。誰も持ってないみたいだな。百姓いけるかな。じゃあこいつでどう。こいつじゃ相手にならないよ。またあいつ出してくれるかな。71ミリのライバル。2連敗中だからな、あいつは。やつを倒したいんだけど、10連勝ぐらいしないと出てこないからな、あいつは。負けちまった。さあ、これ勝ったら100勝目か。メガネか。メガネは絶対勝てるからな。そしてこのカブトムシメス、なんかこだわってんだよなこいつ。99匹以上も捕まえても、
100匹以上取ってるんだろうな、こいつは。おかしいよ、メガネ。じゃあ、次は俺の番ね。どーんといけ。うわ、うっちゃり。結局なんかに負けるんだな。さあ、もう今日も終わりだ。はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。どうしたの？ん？なんか食べたくない。僕くんまで？へ？嘘嘘。今のよくわかんないや。まさか、もしかしたら熱でも。ものすごく失礼なこと言ってるんじゃないか、おじちゃん。嫌いなあれなのかな。ん？やっぱり熱があるのかな。あ、熱か。僕くん、今つらい？うん、少しほへほへって感じ。ほへ2回か。ちょっと失礼するよ。普通に測りゃいいのに、温度計で。熱結構上がってるな。ごめんね、早く気がつかなくって。とにかく今日はもうお薬飲んだし。絵日記書いててくれよ、絵日記だけは。ねえ、おばちゃん。ん？なに？おばちゃん家にいた男の子って悲しいな。とっても幸せだったと思うよ。どうしてそう思うの？僕、その子の代わりできるかな。お兄ちゃんはお兄ちゃん、僕くんは僕くん。でもおばちゃん、僕くんのことも大好きよ。僕もおばちゃんのこと好きだよ。ありがとう。じゃあ、おやすみなさい。絵日記は代筆してくれるかな。書かないといけないのかな、自分で。その時、私はなぜか無性にまるで春の日の日だまりに恋した猫のようにくるんと丸くなって、おばに優しく抱きしめられたくなった。おばちゃん。ん？どうしたの？おやすみなさい。はい、おやすみ。ちなみに、今晩のおかずはロールキャベツ。そこはこだわるんだな。なんか下の方になんかもごもごもごしてんのないか。なんだこれ。あ、絵日記書いてくれてる？うん。自分で書いたのかな。偉いな。仕事でもないのに。元気そうだね。早いな。もう大丈夫。子供だからか。そう、それは良かったわ。子供の時って風邪をひくのも治るのもなんだか簡単で分かりやすくて良かったな。何でも単純なのが一番よね。それじゃあまるで僕が。だって男の子って単純なんだもん。ちょいちょい毒を吐くなこいつ。じゃあ言い返してやりたいけど言い返せないもんな僕は。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ぼくくん、これ。ん？どっから出してきてんだ。あなたが育ててた朝顔の写真。え、枯れたやつ？咲いてた間はずっと毎日撮ってたんだけど、その中から特に綺麗なのを撮ってみたの。ちょうど毎日1枚ずついいのがあったから、咲いていた日数と同じ枚数。クソ、嫌がらせだろこれ。おばちゃん、どうもありがとう。嫌がらせだろ。こちらこそ。
ご苦労様でした。何日間咲いてたんだろう。大事にするよ。でもあんたの好きな花はひまわりなんだからね。なんでそんなこと勝手に決めてくんだよ。調べたら変な子ね。君の趣味だろそれは。私は関係ありませんよ。なんでひまわりって決めてくるんだろう。お、どうした？おばちゃんが最近なんか近くにいるな。ん？あ、枯れてる。ねえ、ぼくくんもひまわりが好きなの？うん、そうだよ。男の子はみんな、まあ、ひまわり嫌いな人っていないんじゃないの？なんで？どうなんだろう。あれ閉まってる。看板にはなんかちょっと寄り道しただけで厳しいよな。ちょっと朝顔見てただけなのに。あ、また戻って。あっちの友達に舐められるんじゃないぞ。いや、このクワガタ持ってたらヒーローになれると思う。通ってたんだよ。そうだったな。お前、もう少しちゃんと食べて太れ。天然キャラかな。うん、ちょうどいいくらいにね。僕くん、もうなんだか長い付き合いみたいな気がするね。そうだね。なんかこいつはもう声かけてくれるようになって、よかったよかった。まずは俺様が相手だ。キング持ってねえよ。交代。ごめん、持ってないよ。あ、俺持ってない。出してくれないか、最後の選別に。誰も持ってないみたいだな。お、出てきた。73ミリ。よし、行け。おお、フライングじゃないの今の。頑張れ頑張れ。86匹も奥は捕まえてんのか、すごいな。頑張れ。てか7センチ天然でこいつはほんと100万だからな。こいつ強くなりすぎてるかな。143勝。うわ、でかいのどんどん出てくるようになった。75ミリ。キング何センチなんだろうな。何ミリなんだろう。うわ、強っ。体格で、うわ、動かねえ。なんだこいつ。うわ、こっちも動かない。技の勝負だな。出ない。もう出た。頑張れ。突っ張ったけど頑張れ。もう一押し欲しいよ。頑張れ。おお、勝った。早えな、こいつ技の仕掛けが。負けちゃったよ。はい、し。うん、強い。あれ、なんてこった。強くなりたいよ。どっちが次悪さ出るか。あ、こっちか。あ、強いな。負けちゃったよ。じゃ、次俺様ね。持ってねえよ、交代。あ、全部やっつけた。持ってないよ。あ、俺持ってない。誰かチェンジして。キング出してくれないか。誰も持ってないみたいだな。誰も持ってないみたいだな。あ、マジか。キング出してくれないのか、ここは。のじゃあ終わりだな。かなり戦ったぞ今回は。ついに今日を一人で全部倒すという快挙を成し遂げましたね。はい、今日の遊び時間は終了。もう番号じゃあ、いただきます。お、カレーライスか。いただきます。すごいよな、カレーライス以外にもなんか2、3品作って。えらいよな、ほんと。
なにこれ。はい、あ、電話か。携帯はないのか、この時代。昭和だもんな。久保田のおじさん。いえいえ、こちらこそいろいろ。久保田っていう名字なの。知らなかった。そうなんですか。巻いたか、ついに。から電話よ。僕くん、おめでとう。先に言うなよ。うん、分かったよ、お父さん。うん、うん。普通ここに置くか、電話。じゃあね、お父さん。でな、夏の間全然電話かかってこなかったな。男の子だって。え、分かってたんじゃないの。いや、誰も言ってないんだけど。誰もやったおめでとうって言ってないんだけど。おお、いいやつだな、お姉ちゃん。本当、誰に失恋したんだろう。ノリノリだろ、今日は。さっき話しかけろって感じだろうな。お兄ちゃんになったんだから、僕くんももっとしっかりしなきゃね。うん、僕頑張るよ。結構でも年の差あるよな、10歳ぐらい。ずいぶん離れたな。みんなに祝ってもらおうか。僕くん、早く家に帰って自分の弟を見たいだろう。どうだろう。そうでもないや。え、なんで。だって赤ちゃんって、うん、当事者以外はそんなに大したことないと思うな。確かに。には子供にしかわからないことがあるのさ。あれ言うね。もう一匹。産まない方がいいと思うよ、そういう数え方するんだったら。あんた、お兄ちゃんになったからっていい気になるんじゃないわよ。え、こいつより年上だよな。弟欲しいな。誰か私にくんないかな。自分で産めば。そんなの嫌よ。だってまだまだ独身生活楽しみたいんだもん。コメントはない。多分弟が生まれただよな。おお、嬉しいな、悲しいなと。お、どうした、いつもと違うぞ。それはなんだかとてもとても悲しい夢だった。まるで夢の中の木枯らしの音がなぜかあの日本狼の孤独な雄たけびのように感じられて、それはとてもとても悲しい夢だった。暗示？こうなるってこと？はい、ということで今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてやる気につながっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。多分次回がラストだと思います。アポロンでした。